と思います。お対話いただきますのは第1部でご講演をいただいた不動山定谷ミュージアム名誉館長の北川博先生と岐阜関ヶ原古戦場記念館の小和田副長館長です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。スタジオのテーマは豊臣から徳川です。それではここからの進行は北川先生にお任せしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、そしたら豊臣秀吉が、亡くなる頃から少しこう時系列で、いろんな出来事に触れながらお話を進めさせていただきたいと思うんですけれども、そうですね、慶長3年1998年の8月に秀吉亡くなって、その時息子の秀頼が6歳だった。6歳ですね、これが言ってみれば関ヶ原の戦いの引き金になる、この私はあまり歴史もしもは言わない方なんですけど、もし秀頼がこの時成人してればおそらく家康が出てくる幕はなかったんじゃないか。この時6歳だったので、いわゆる御奉行の一人石田三成が、秀吉様が亡くなる時に御奉行御大老で、とにかくやってくれということで、それを、三成の方は、真に受けてというか、三成はもう本当に中心ですから、秀吉様のおっしゃる通りということで、秀頼を盛り立てようとした。でそれに対して家康の方が、いやそうじゃない、6歳じゃやっていけないよということで、自分がということで出てきて、これが慶長5年2年後の関ヶ原の戦いになるというのが、歴史の流れということになりますね。その秀吉が亡くなる時なんですけども、伏見城に、諸大名を集めて、その諸大名の前で秀吉が遺言するんですね。その時の様子が、イエズス会の宣教師の記録とか毛利家文書の中にも出てきます。上段に秀吉が姿を現して諸大名にこう遺言するわけですけども、そこで秀吉は、政権は家康に委ねると、ただしその政治から返してくれと、で諸大名を全部お前たちがその証人だぞと、証人の諸大名を前にしてこういうことをこう言うわけですね。そのあたり、家康はどういうふうに思ったんでしょうね。それがあるから、家康がよく、たぬき親父だと言われるゆえんですよね。あれだけ秀吉様から、秀頼を頼むよと言われて、家康はそこで、わかりましたって、返事してますから、約束してるわけです、秀吉とは。その約束を破ったから、あいつはずる賢い男だ、騙した男だということで、たぬき親父になっちゃうんですが、ただ、こういう時点で、戦国のまだいわゆる戦いが盛んな時期に、やっぱりある程度嘘というか騙しのテクニックっていうのはやっぱり一つの軍略というか戦略としてあるんで、家康の方は、確かに秀吉との約束は約束だけれども、やっぱりこれから自分の天下を作っていくためには、やっぱりこれはちょっとということで、自分が天下取りに名乗りを上げるということになりますね。ちょっと先ほどの私の講演の中で残した資料があるんですけど、その資料の一つが27番という資料でですね、これがまさにその、秀吉が諸大名の前で、遺言をする、そういう場面になっています。で、大変面白いのは、その秀吉が、自分が亡くなった後、この政権を委ねるのは家康しかないと、あなたの実力をもってするしかないと、だからあなたに政権を委ねると。でただし先ほど言いましたように、秀頼が成人したら政権を返してくださいねというふうな、ことを言ったっていうんですけど、面白いのはですね、その秀吉の遺言を聞いて家康は涙を流した。あまりに自分が
このことをそこまで太閤殿下は信用してくれてるのかって言って涙を流したというのがあるんですけど、一方であの家康の涙は嬉し涙だったというふうなこともここに書いてあるんですね。いよいよあの太閤も最後の時が来たっていうことで思わず嬉し涙が出てしまったんだっていう、その両方がこの中に書いてあってですね、まあどちらが事実か分かりませんけど、その秀吉の遺言を聞いて家康が涙を流したという事態がどうやらあったらしいですね。で、やはり明治ともに豊臣政権最大の実力者は家康であって、そうなんですよね。やっぱり単なる五大老筆頭というだけではなくて、はい、まあ、国高的にも関東で、まあ、約250万石と言われてますから、はい、その次が前田の100万石ですから、はい、毛利の120万石が上かな、まあ、そういった意味で言うと、まあ、2位3位が足して家康と同じぐらいになりますから、結局はやっぱり家康が、まあ、この時点では次の、まあ、実力者というふうに申されても確かなんですが、ただこれも皆さんご承知の方多いと思いますが、家康のことをよく律儀な大夫という、ね、言い方しますよね、はいはい、まあ、これはもう秀吉から見れば俺の言うことを全部ずっと聞いてきた、だから家康は信用できるんだということで多分秀吉は死んでたと思います。まあ、一方で家康しかないと思いつつ、うん、豊臣家を滅ぼすとしたらそれもまた家康でしかないだろうっていうのが秀吉のこう考え方、うん、思いだったんじゃないかと。秀吉はあの最晩年に今の京都御所の仙洞御所のところにお城を築きまして、京都神城、ね、京都神城、はいはい、本当はそこに秀頼を置く予定だったんですね。聚楽帝の代わりに豊臣政権の新たな京都の皇帝をそこに置く予定だったんですけど、あんなところに置いといたんでは万が一の場合秀頼を守りきれないということで、これでやっぱ大阪城、大阪城ね、はい、やっぱまあなんていうのかな、鉄壁の城みたいなね、はい、あれをもう本当に自分が一生かかって作った大阪城にやっぱり秀頼を入れて、それでもし、まあ、家康と戦いになった時でも、まあ、なんとか豊臣家が守れるというね、はい、まあ、そういう判断をしたんだと思います、はい。先ほど小原先生からも話がありましたように、秀吉は最終的には五大老五奉行という制度を作って、まあ、この合議制で豊臣政権を運営していくという方針を立てるんですけれども、最初どうも何段階か遺言を見てると、当初秀吉は毛利輝元を家康の対抗馬にしようというふうに考えてたようなんですけども、最終段階でどうやら毛利では無理だなっていう判断をしたのか、前田利家を家康と対抗させるという。そうですね、はい、で秀吉の誤算は前田利家が自分が死んだ翌年に死んじゃったという ね、 そうですね。これはもう まさに、まあ、家康にとってはまあラッキーでしょうけれども、はい、まあ、豊臣家にしてみれば、秀吉にしてみれば、まさかその早く前田利家の方が亡くなるとは思ってみなかったと思います。やはり前田利家がいる間は秀吉の期待通り、家康もなかなか無茶なことをできなかったのが、前田利家が亡くなった途端、結構前田利長に無言の疑いをかけたりとか、はいはい、次々と政敵をこう中央政界から追い払うような仕掛けを家康にしてますね。そうですね。でも上杉景勝攻めもそうですよね、はいはいはい、あの辺りはもう前田利家がいなくなったので、ある意味天下人への狙いを定めたというふうに先生は考えておられる。私はね、やっぱ前田利家の死が一つ家康の何とかな、心に火をつけたみたいなね、はいはい、まあ、恐らくもう秀吉が亡くなった時点で、いや今実力者ナンバーワンは前田利家は英語は使わないかまあ自分が一番だと思っていたでしょうけれども、まあでもそれが前田利家が亡くなった途端に、あ、これはなんとかいけるぞというようなそんな思いになって、でおそらく、まあ、そういった意味での、秀吉が例の本能寺の変の後ね、織田家に跡取りにまあ叶うような候補がいっぱいいるにもかかわらず押しのけて天下を取ってったんだから、今度は俺がやってもおかしくない、つまり天下は力ある者の回り持ちというね、
そういう論理で動き出したのが、やっぱ私は前田利家の死というのが一つのきっかけかなと思ってますね。まあ、私は徳川家康のプランの中に、秀吉が九州の織田家をどう遇したかっていうのが一つ先例としてあったように思うんですけどもね、秀吉もおっしゃったように、織田家を一定遇しながらも実験を自分のものにしていきましたけども、でも秀吉はそれほど悪く言われてませんけど、そうなんですよね、悪く言われますね、うん、まあだからこれはやっぱ秀吉が天下を取ってったのは、何も織田信長からうちの息子を頼むよと言われていたわけじゃないので、秀吉がまあ実力で天下を取ってても、あれは仕方ないねっていう、そういう世間の認識だと思いますが、家康の場合は今この資料にも出てきてますように、また他の資料にもあるように、森家文書にもちゃんと、まあ、諸大名を前にして、起請文をね取ったみたいな形になってるんで、その起請文を破ってまでしていったのはやっぱあれはタヌキだみたいな言われ方になっちゃうんで、まあ、その点ちょっとね置かれていた状況が、まあ、歴史的には分かるんだけれども、多くの人にはやっぱ秀吉と家康の違いみたいなね、そこがまあ猿とタヌキの違いかなと思います。そういう形で関原の合戦というのがこう起こるわけですけれども、家康がまあアイドル政党に行った隙をついて、上方で石田三成らが蜂起をすると、最後の決戦地がここになるわけですけど、実際は東西を二分する戦いだったわけですが、徳川家康にはもう、敗戦の心配っていうのは全くなかったんですかね。いや、これよく、まあ歴史は結果から語っちゃいけないというのと全く同じで、まあこの時点で、家康が絶対勝てるとは私は思ってなかったと思います。また同時に、石田三成も、これもよく石田三成が悪く言う人は、あいつがあの時、あんな形でね、戦いを仕掛けたから、豊臣家は早く滅びちゃったんじゃないかというけども、それは間違いなんですよ。もう完全に、西軍というか、まあ、石田三成方は勝てる戦いに臨もうということで出てきてますので、おそらく私は、まあ、結果は東軍家康方の勝ちで終わっちゃいましたけども、要するに諸大名たちにしてみてもほとんどどっちが勝つかなというのはね、なかなか予測はつかなかったと思いますね。まあ、今私は呉山さんのミュージアムなんですけど、まあ真田昌幸幸村親子が、関ヶ原の合戦を呉山に出張してくれたおかげで、呉山というところが大変有名になって、今もその観光で賑わってるんですけど、その、出張のきっかけになったのが、こう、中山道を攻め、進んでくる秀忠軍を真田親子がここで食い止めたと。そのために秀忠が、関ヶ原の本戦に間に合わなかったという事態なんですけど、これは完全に家康にとっては想定外の出来事ですよね。そうですね。まあ、それこそこの時、まあ、いわゆる小山評定で、西へ戻るというふうに決断した時に、まあ、東海道がまあ大体豊臣の、ね、本庫の大名が通る、そうだと東海道だけだとみんなもうそこに殺到しちゃうんで、まあ、2つに分かれていこうということで、まあ、徳川本体は秀忠に任せて、それを、まあ、その当時はまだ東山道といったかな、中山道に分けるということで。で、秀忠自身は途中、まあ、東山道からちょっと離れるんですけどね、上田城は。だけど、やっぱりちょっとこれは邪魔だな、ということで。まあ、行きがけの打賃のつもりで城攻めをしたところ、意外と上田城の城攻めが手こずって、まあ、結局は関ヶ原地産ということになって、まあ、ですから、まあ、これがある意味では秀忠にとってはすごいもう最大の恥辱みたいな形で、家康の方も数日間秀忠には面会許さなかったというね話もあるぐらいで、本当に怒ってたと思いますよ。やはり先ほども小田先生がおっしゃったように、東海道軍というのはほとんどが福島正則とか黒田長政とか、うん、塚田直樹とか池田輝政とか、
いわゆる秀吉恩子で石田三成大嫌いっていう、そういう連中が集まった軍勢で、徳川が勝利したとはいえど、彼らの活躍でようやく勝ったわけですからね。そうですね。関原の戦いは、まあ、まさに豊臣恩子の大名たち、まあ、いわゆる反石田三成派で新徳川家康派の大名たちのおかげで勝てたという戦いですよね。あ、それがやっぱり中山道を進んでくる秀忠軍が来なかったためにそういう構図になってしまって、うん、彼らの活躍のおかげで家康は勝利できたので、うん、合戦後、彼らに大盤振る舞いをそうせざるを得なかったという側面があるんですね。で、これはそれこそ、関原の戦いの現場で、見ると、例の、家康の、まあ、重臣というか、まあ、今年の大河にもすでにも出てきている、井伊直政、はい、と、本多忠勝、はい、主にはこの二人しかいなかったんですね。そうですね。ということは、まあ、彼らにしてみれば関原の戦いはこれからの徳川の世を作る戦いなのにという思いはあったと思いますので、はい、まあ、そこで例の井伊直政のいわゆる抜け駆けが発生することになりますね。そうですね。うん、やはりあっこでその、秀忠軍が到着していて、うん、まあ、堺とか榊原とか大久保とか、うん、ああいう今回の大河ドラマに出てくる家康の側近連中の軍勢が加わってたら、随分戦いの構図や戦いの終わった後だと、ね、そうですね。それこそ今おっしゃったように、うん、豊臣恩子の大名たちに大盤振る舞いをする必要はなかったと思いますね。はい、で、ただまあ、家康というか徳川のその頃の中心メンバーたちの思いでは、おそらく、大名たちに手柄があったから石高は倍増とか3倍上げますけれども、みんな遠くへやってますね。そうですね。このあたりのいわゆるなんていうのかな、処遇は誰が考えたのか、まあ、本多正信あたりかもしれませんけれど、そういったところは実に見事だなっていう感じがします。と同時に、まあ、このあと3年後に家康は将軍になって徳川幕府を開きますが、その時のいわゆる幕閣ですね、幕府の中心人物、これからいわゆる戸様大名は排除してますね、うん、要するに徳川譜代の人間だけが、まあ、老中とか、いわゆる大阪城代だとか、いわゆる、まあ、政治の中心を担うのは、石高は低いけれども徳川の、まあ、譜代大名で、戸様大名は石高は高いけれども政治には立ちさせないという、まあ、この仕組みが、まあ、260年の、まあ、政治の安定をね、形作ったというふうには考えていいと思います。関ヶ原の合戦に勝利した、まあ、家康はその後大阪城で、秀頼に戦勝報告をして、はい、そしてとしばらくの間大阪に留まって戦後処理をして、うんうん、そして伏見にまた戻っていくっていう、そうですね、そういう経過をたどりますね。この時の、まあ、要するに発端になった会津上杉攻めの時に、はいはい、家康やっぱ賢いですね。自分の軍勢だけでも多分会津なんかは撃てると思ったと思うんですが、そうじゃなくて秀頼のところに行って、兵糧米と軍資金をください、つまりこの戦いは徳川対上杉の戦いではなくて豊臣対上杉の戦いなんだというふうな名目を作って出ていってます。だからその結果勝った、まあ、関原に終わった後秀頼のところに行って、まあ、なんていうのかな、豊臣のためにならない、敵を撃ちましたよっていう、うん、そういう報告をしているところはやっぱり家康は賢いですね。まあ、この時点ではまだあくまでも豊臣家を主という仰ぐ形で、うん、まあ、戦勝報告をすると。ただすごいなと思うのは、今先ほどお話しした諸大名に石高を挙げるときに、うん、はいはい、文書では出してないです。出してないですね。はい、口頭で伝えてるというね。だからあくまで、この戦いは豊臣秀頼様の戦いだということに形の上ではしておいて、ただ実質は家康から家蔵の言葉をもらってるという、まあ、
外様、いわゆる富四皇の大名たちにしてみれば、お、これから自分たち秀頼を主人と仰いでいいのか、家康を仰いでいいのかっていうね、かなり、まあ、苦悩というか迷う、そういうことも仕掛けてますね。なかなかその辺やっぱりあえてグレーにしてるんですよね。地行あてがいとか地行安堵を徳川家康も出さないし、豊臣家としても出さない、そういう形でやってるので、先ほど先生がおっしゃったように、一体これは誰から受けたご恩なのかっていうのが、ちょっと曖昧にしたまま、で、他の大名たちにも御奉行制が崩壊しますね、関ヶ原の合戦で。その後、大久保長安、大久保長安とか彦坂玄奘とか、あと豊臣家側では片桐とか小出とか、こういう新しい5人のメンバーが登場して、当座の地行あてがいをこの5人でやって、後に御朱印が整いますみたいな書いた状態のままずっと行っちゃって、本来誰の朱印が出るということなのかっていうのが分からなくなってるっていうかね、そういうあえて家康は風波を立てないようにグレーな状態のまま、秀頼か家康かどっちからもらったのか分からない状態にしたのかなという、で、先ほど言いましたように、戦後処理が終わったら家康は伏見城に戻って、もともと秀吉の遺言では、秀頼の御座所は大阪だけども、天下の政治は伏見城で家康が行えっていう遺言をしてましたんで、まあ、伏見に戻って、伏見で再び政治をとると。まあ、こういう状態になっていって、そしてやがて征夷大将軍に任官するという。そうですね。今日のお話にもありましたように、まあ確かに関ヶ原の戦いに勝っても、まあ、家康自身、何のいわゆる官職についてませんので、官職っていうか、まあ、あれはあるんだけども、何とかだかんとか地声の下とかいうのはあるんだけども、政治を引っ張っていくいわゆる征夷大将軍か関白か太政大臣かというのにはついてないわけで、いや家康自身はそこで、まあ、秀頼に、まあ、ある意味では対抗する、あるいは秀頼を追い抜く、まあ、そういう官職を希望して、ただ世間一般では今日の先ほどの北川先生のお話の通り、やっぱり秀頼を次の関白にっていうのはかなり声というか、雰囲気としてはあったっていう話ですね。そのあたり今日ちょっと勉強させてもらいました。いきなり私はもう先ほどの話の通り、摂家戦、65万石の一大名に落ちちゃったと、まあ、理解していたんですが、いやいや、そうじゃないなっていうのがね、今日の先生の話でよくわかりましたんで。家康がその征夷大将軍を望んだというか、まあ征夷大将軍は最後は足利義昭で、そうですね、室町が終わってるんですね。まあよく一般には信長に京都を追放されて室町幕府終わりみたいに言われてますけど、実際はずっと義昭を将軍のまま、毛利領の備後の共にいて、室町幕府の政治体制、それから公文書とかも全部ビンゴの友から出してたわけですね。その、義昭が最後屈服したのは秀吉が関白になったからなんですね。それで、京都に上洛して、明治ともに室町幕府が終わって、以後将軍はない状態だったわけですね。そこにこう、新たな武家の将軍として家康が登場するという、まあ、構図になったわけですけど、家康はまあ、早くに源姓を称したり、源氏その将軍への志向というのは早くから持ってたんでしょうか。いつぐらいから将軍になりたいと思ったかがちょっとわからないんですけども、ただ皆さんご存知の方多いと思いますが、若い頃から吾妻鏡を愛読書にして、要するに、源頼朝が伊豆に流されて、そこから平家を倒して、鎌倉に幕府を作っていった、その頼朝に何か、なんていうかな、自分をなぞらえようというか、頼朝の後を追うみたいな、そういうのはある程度若い頃からあったと思うんですけど、最初は藤原の阿蘇なんですね。源の阿蘇じゃなかったんで、途中から源に切り替えて、それで、まあ、源氏のとなると、
将軍があるということで、まあ、それで将軍を、まあ、狙って動き出したということになると思います。やはりその関東の覇者になったということも、うん、その、うん、源氏の統領というか、そうそうそう、そっちへの思考に拍車をかけたんですね。でこれね、私に言わせると、あの秀吉の失敗なんですよ。あの要するに戦勝18年1590年の小田原攻めの後、関東の北条氏を滅ぼして、その跡地に家康を入れたでしょ。これ、まあ、秀吉にしてみれば跡地だから支配がうまくいかないかもしれないということで、まあ、ある意味では左遷のような形で追い込んだと思うんですが、むしろその関東の土地というのが、実は古代の歴史からもし秀吉が勉強してればね、そこに家康を入れなかったと思うんですね。あの有名な平将門の乱がまずあるし、その後鎌倉幕府の樹立があるし、その後室町時代には古学坊の歴史もあるし、その後北条氏が天正18年まで秀吉に敵対していた。つまり関東の土地というのはどっちかというと中央政権になびかないというか、抵抗する風土というのがあった。その風土のところに家康を追い込んだがために、まあ、家康はむしろそこで関東で自分の新しい国を作るんだみたいなね、そういう発想を、まあ、持ち出したと思いますので、私は天正18年1590年から慶長5年1600年の関ヶ原のこの10年間の歴史っていうのは、まあ、そういった意味では、まあ、豊臣家の歴史と徳川家の歴史を考えていく上でちょっと見直していく時期かなというふうに思ってますね。まあ、秀吉にしてみれば中央から遠く離れたところへ追いやったっていうつもりだけども、うん、日本の歴史長く見てみると常に東と西の戦いで、そう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 、一方の雄は関東にいるっていう、そういう歴史からすると、むしろ家康をここに追いやったことが、うん、秀吉の失策ではなかったかっていうことですね。で、まあ家康はまあ征夷大将になるわけですけども、あの松平からこうある時期に徳川に名前を変えますよね。でこの徳川っていうのはいわゆる新田の系統の、うん、名字なんですよね。あのね、最初家康はそのつもりでいたんですけど、はい、まあ、時の関白の近衛先久が、はい、いやいや、それで違うよということで藤原にしちゃったんですね。はいはいはい、藤原姓徳川にしたんで、まあ、しばらくは家康の文書でも、藤原の阿蘇徳川家康みたいな感じで、署名している文書もありますので、ただ、家康のおじいさんにあたる松平清康という人が、はいはい、現在これは愛知県の岡崎の大樹寺、まあ、行かれた方も多いと思いますが、はい、その大樹寺の多宝塔の、まあ、いわゆる棟札なんかに、世良田次郎三郎というふうに署名して、はいはい、世良田は新田の別れですから、す、ね、これはもう明らかに清和源氏だということで、はい、まあ、家康は自分のおじいさんが愛知寺新田源氏の世良田を名乗ってたっていうのを知ってましたから、うん、うちは源氏だというふうに思っていて、おそらくそれで若い頃から吾妻鏡なんかも一生懸命勉強していたんだと思いますね。向こうの、徳川家発祥のその世良田とか徳川号もすごく大切にしてますもんね。そうですね、その後ね、はい、神戸でしたか、岩松松平の、はい、新田の直系というのがね、はい、優遇されたりしてますけども、はい、まあそういう形で、まあ、源を源氏の統領で徳川幕府というのが誕生するわけですけども、うん、この時点で家康は、うん、豊臣家をどのように承認しようと思ってたんでしょうね。そうですね、はい、今日これからの大きなテーマだと思いますが、はい、まあ、おそらく最初のうちは、まあ、一大名としてならば残してもいいかなというふうに思っていたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、それがなかなか豊臣家もちょっと一筋縄ではいかないくて、天下武士みたいなものを断ったり、いわゆる普通の大名並みの処遇に甘んじなかったというところから、ちょっとこれはということで、まあ、家康の方もだん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 それを考え始めたのかなという気はしますね。ただそれが、いや、厳密にはいつのことかというと、まあ、なかなか難しいと思います。
関ヶ原合戦後しばらくした段階で、伊達政宗が今井宗近に二通の手紙を送っていて、その手紙の中で、家康に対して、秀頼を今のまま大阪に置いたらまずいよと、担ぎ上げて徳川幕府に謀反を起こす、そういうことになってしまう、悪いやつが出てくるかもしれないから気をつけろみたいな手紙がありますね。でそんなために豊臣秀頼公が自害でもしようことなら、うん、それこそ太閤殿下に顔向けができなくなるので、うんうん、幼いうちは江戸に引き取って、うん、自分のもと家康のもとで、養育されたらどうかと、うんうん、そんなことをか、まあ忠告したありますね。ますね、そういうふうにやっぱり伊達政宗が言うぐらい置いとくと、そういう火種になりかねないっていう思いが当時はやっぱあったんでしょうね。うん、これはね、やっぱり諸大名たちにしてみれば、まあ、秀吉様から自分たちが大名にしてもらえたという思いの、いわゆる豊臣恩子の気持ちが強いもんですから、これはもう完全に、秀吉様がある程度の年になれば、当然また、いわゆる、関白豊臣政権が復活する。まあ、要するに、秀頼が関白になれば、それが日本の一番のトップになるというね、うん、そういう大名たちは多かったと思います。まあ、先ほどちょっと私は言えなかったんですけど、官職という点で言うと、関白と征夷大将軍では非常に大きな格差があって、うん、関白の方がはるかに偉いんですね。うん、だから、まあ、秀頼の関白がもし実現すると、徳川将軍なんかにもはるかに偉い存在になってしまって、まあ、その可能性がずっとこう、残っていたっていうかね。それはやっぱり、秀吉という存在を利用するっていう連中が出てこないとも限らないっていうことですよね。そうですね。やっぱり、いわゆる、まあ、関ヶ原残党そのものはもうあんまり力はなかったかもしれませんが、まあ、行きがかり上、東軍家康側に味方した大名たちの中でも、やはり、いずれは豊臣政権が復活するというね、そういう希望を観測を持っていた大名は多かったと思います。多分そういった一人が例の福島正則なんかもそうだと思いますから、まあ徳川幕藩体制の側もそういう大名はもうどん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 粛清していくというね、まあ福島正則の場合ちょっとかわいそうだと思いますね私はね、うん。まあ次の話題にしますけども、二条城の会見の時なんかも、うん、加藤清正とか池田輝政とか、うん、浅野義長とかは、うん、身を挺して秀頼のために尽くしてますもんね。やっぱり彼らは太閤殿下の維持ということで、うん、あくまでもやっぱり秀頼公は大事だという、うん、そういう姿勢を崩さないもんね。ね、まあ、関ヶ原の戦いの時、家康は59でしたけど、はい、そうすると、まあ、当時の、まあ、平均寿命が、まあ、どのぐらいかっていうのはいろいろあると思うんですけど、まあ、おそらく多くの人は64、5までかなぐらいな感じで見ていたと思うと、あと家康様もそんな長くはないと、家康が亡くなれば当然また秀頼の関白が復活するというね、そういうこう豊臣恩子の大名の中にはそういう希望的な観測かもしれないけれども、そういうね夢を持っていた可能性ありますね。秀吉も前田利家も62、3でね、はい、亡くなってますから、それからすると家康は十何年長生きしたということになって、だからやっぱりね、家康は長生きしたから天下が取れたっていう側面はあると思いますね。でこれはやっぱり家康自身もそれ考えていて、やはり普段からもう健康には留意して、うん、体も動かすし、それからあまり贅沢な食事はしないし、そして、漢方薬で、自分の体をコントロールするみたいな、そういう、こう健康志向を貫いたのが、まあ、結果的には徳川幕藩体制があれだけ続く一つの大きな礎になったというふうに思います。先ほど私が紹介した、うん、オランダ東インド会社の日記なんかでも、やはりその家康が死んだ後
この国が秀太郎のものになるのか、秀頼のものになるのかっていうのを、ヨーロッパの勢力も、両睨みでね。そうなんですよ。秀太郎が、まあ、二代将軍になったんで、一応、まあ、二代将軍ということで、まあ、継承されますけれど、当時の空気というか、風潮から言うと、やはり先ほどの、まあ、関ヶ原に間に合わなかったっていうのが一つの一大汚点で、しかも、そんなに、彼独自の、まあ、前面に立ったリーダーシップっていうのは見られないんですね。それはそのはずで、ご承知の通り、家康がすぐ将軍職は譲りましたけれども、大御所としてむしろ駿府で遠くの離れた江戸の家康将軍を、まあ、リモートコントロールして、まあ、他の大名たちにしてみれば、あ、江戸幕府っていうのは家康がトップなんだというね、そういった思いでずっと見ていたと思いますので、秀忠の影というのはちょっと薄いですね。まあ、だから先ほどの資料にもあったように、外国の方の人にしてみれば、いや、秀忠と秀頼と並べたら秀頼の方が天下人にふさわしいのかなっていうね、そういうふうに見えちゃってもおかしくなかったでしょうね。またその先ほど先生おっしゃったように、関ヶ原の地産っていうのは部門の棟梁である秀忠にとっては結構致命的な傷を負うことになって、まあ、豊臣秀吉の場合は子供がいなくて後継者ものになりましたけど、家康の場合は秀忠がダメやった場合に他にもいるよっていう子供たちがたくさんいるので、それにそれぞれ徳川家康の家臣団がやっぱり支持勢力として付いてるわけですよね。それね、ちょっと面白いエピソードがあって、これは多分ご承知だと思いますけど、関ヶ原の戦いが一段落した後、次の後継者は誰がいいかねということを重臣たち集めて相談したっていうんですけど、まあ、ある者は、次男の結城家に養子に行ってるけども、結城秀康。これはそれこそ関ヶ原の戦いの時には、上杉勢をそこでね、宇都宮あたりで抑えてますから、これはもう武将としての力量あり、まあ、その他すぐ秀忠の弟の、まあ、忠義という人もいたしということで、まあ、それぞれが、誰々を推すみたいな形で発言したっていう資料はあるんですけどね、私それね、ちょっと疑問を持ってますね。家康ともあろう人が、次の後継者を誰にしようかって本当に家臣と相談したのかなというのはちょっと怪しいと思ってます。はい、私もあのエピソード自体はこう信用できないんじゃないかと思うんですけど、ある面的をついてるなというのはやっぱりこの、それぞれの息子のにはそれぞれの盛り役とか支持勢力が家臣団の中にあって、はい、例えば、家康の息子の一人が将軍になるのか尾張徳川家になるのかによって、例えば尾張の付家老やった成瀬とか、紀伊の付家老の、水野とか安藤にしてみれば、彼らが将軍になっていれば、成瀬とか、そうですね、安藤は老女になるような連中が、子供が尾張徳川の当主や紀伊の徳川の当主やったために付家老に甘んじざるを得なくなって、やはりその自分が養育したり、自分の、使えてる人が将軍になるか否かによって自分たちも大きく立場が変わるっていう、そういう点は、あのエピソードはこう、ある面真実ついてるのかなっていう気もしたんですよね。まあ、秀吉の遺言の中では、千姫を、秀頼に嫁がせるっていうのは、これは家康が実行した約束の、ね、そうですね。これはそれこそ、慶長8年、まあ家康が将軍になるときに、その千姫を、まあ秀頼に嫁がせるということと、だから、それで、まあ逆説的な言い方しちゃうと、秀頼及びそのお母さんの淀殿は、あ、秀吉様の遺言をちゃんと守ってくれるんだ、ということで、大阪城側がちょっと安心しちゃったんで、そこを家康は今度は逆についていったっていうね、その側面はあると思いますね。秀忠将軍の時に、秀頼も上洛して挨拶しろとか言う、でも豊臣家がそれを拒絶すると、ついにまあ実現するのが慶長16年の二条城の会見になるわけですよね。
で、その前にやっぱね、家康がすごい賢いなと思ったのは、将軍職をたった2年で秀忠に譲ってますね。はいはい、で、普通、まあ、あれだけ若い頃から苦労してきた、まあ、家康、まあ、それこそ信長と秀吉との関係で、もう本当に恩人自重の何十年も送ってきた彼が、はいはい、ようやく征夷大将軍という天下人の座に就いた。普通に考えれば、もう、その座に死ぬまでしがみついていたいというふうに思うわけですけど、家康はいや先の先を読んでますね。もうあっさりたった2年で、秀忠に将軍職を譲ってる。でこれはやっぱ家康の思惑で、だん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 大坂方との戦いがこれからどうなるかということを懸念したときに、もう自分はもうかなり高齢になってきたから大坂方は俺が死ぬのを多分待ってるだろうという思いは持ってますから、もう死ぬ前に、将軍職を息子の秀忠に譲って、もう天下人の座は豊臣家に戻さない。つまり、もう徳川家が将軍職を世襲しますよということを大坂方に、まあ、最後通牒のような形で突きつけた。これが将軍交代劇の、まあ、本質だと思いますね。まあ、その際に、本来ならばもう将軍を退いた後ですから俺がここに城を作りたいといえば隠居所をどこでも作れたと思うんですが、あえて駿府に城を移した。でこれは何かというと、まあ、家康自身が言ってる言葉が今資料的に残ってまして、まあ、たまたま駿府城ができた時に、江戸の芝の増上寺の住職がお祝いに駆けつけて二人で会話をした時の記録が残ってんですけど、自分が隠居所として駿府を選んだのは5つ理由があると。一つはこの駿府が自分が、まあ、子供の頃を育った思い出の土地である。それから駿府は冬暖かくて老を養うにいい。三つ目、これちょっと分かんないんですけど、米が美味しいって言ってるんですけどね。まあ、その頃の駿府の米は美味しかったのかもしれませんが、これよくわかんない。四つ目、これが大事なんですよ。駿河の国は国堅固の土地である。前の方に大井川、安倍川の漠流あり、後ろに箱根、富士の県あり。つまり、もうこの頃、私はね、家康は大坂方との、まあ、最後になるかどうかわかんないけど、決戦も考えていて、もし大坂方が東海道を使って江戸に攻め込んで来ようとしたときに、自分が大阪城、江戸城の前面で、しかも後ろに富士箱根という県を抱えて、そこで、豊臣軍を、まあ、防ぐ、防波堤の役割をしよう。まあ、そういう思いで、この駿府に移ってきたと思いますので、私はね、やっぱり一つ動きの中で、もし、豊臣家をこれからどうするかといったときに、豊臣との決戦を考えて駿府に城を作ったとすれば、もうその頃から、大阪と対決する意思ありみたいな、そんな流れを考えてますね。二条城の改憲については先生はどういうふうにお考えですか？これがやっぱ最後の引き金だと思います。つまりそれまであまり秀頼に関する個人的な情報は家康のところにはそんな入ってなくて、多分大阪城で、お母さんの淀殿に可愛がられて、まあ、ぬくぬく生活して、武将としての力量もそんなにないだろうと思っていて、で、まあ、二条城の改憲に臨んだ時に意外と立派に成長しているし、しかもちゃんと、まあ、献上の精神といいますかね、席を譲ったりするような、そういうこうたしなみも持ってるしということで、お、意外としっかり教育されているなということで、やっぱりね、成人した成長した姿を見た時に、多分自分の息子の秀忠と比べて、いや、もしかしたら諸大名、俺が死んだら秀忠よりも秀頼様についていく人が増えちゃうんじゃないかという、多分これ危惧だと思いますけどね。それがやっぱり最終的に大阪の陣に向かう一つの私は流れかなと思ってますけどね。そのあたりどうですか？むしろ、ね、
秀忠が将軍になった時に、上洛して挨拶に来いということは豊臣家は拒否して、で今度慶長16年の二条城の会見っていうのは五王勢天皇の上位、この時に、上洛せよということで、まあ北の真所とか先ほど名前出た加藤清正とかそういう連中がこう、守るから行きましょうということで合意していったわけですけど、私はやっぱり家康っていう人がすごいなと思うのは、京都へ秀頼を呼びつけたということを見せつけるのが家康としては狙いで、実際二条城に秀頼が姿を現すと家康は裸足で庭に降りてきて秀頼を迎えてるんですね。それだけ秀頼に対して敬意を示した、そして二条城で一番格式の高い部屋に秀頼が通されて、あくまで家康は家康で秀頼に敬意を見せるという、そういうやり方で迎えてる。で、最終的にこう対面をどういうふうにするかというときに、対等の儀でやりましょうというふうに言ったら、秀頼が、いや、家康公の方が年長者で、しかも我が妻千姫のおじいさんであると、自分の方が下座につきますと、まあ、そういう形で、家康を上座、秀頼を下座っていう形で会見が行われて、まあ、私は先ほど言いましたに二条城を呼びつけるまでは家康はその姿を見せられたけども、二条城の中では秀頼をあくまでもやっぱり旧主であったり価格の上の人として待遇してる。そしてさらに秀頼はその家康に対して座を譲ってみせるだけの賢さを持ち合わせている、そのあたりやっぱり二条城の会見っていうのはいろいろ考えさせられることが多いなと、もう一つやっぱり家康を心配させたのは京都の市民たちが熱狂して秀頼の上洛を迎えたっていう、豊臣家の人気が決して衰えてないっていうのを逆に家康が見せつけられる結果になったと。そういうことも、本当に大阪の陣に至る中で二条城の会見というのは重要なエポックな出来事だったんじゃないかなというふうに思いますね。あと先ほど見ましたように加藤清正や浅野氏長や、そうですね、そういう連中がやっぱり秀頼を必死に守ったというか、でまあその直後ぐらいから、まあ清正は亡くなるし、ね、浅野氏長も亡くなっていくしということで、まあそれこそ秀頼をなんとか支えようと思っていたグループがだんだん、まあ年とともに減っていったというところも、ね、まあ家康にとってはこれはもうやっぱ最後豊臣家を滅ぼそうというね、まあ、そういう流れになったんじゃないでしょうかね。家康の方が亡くならずに、もうそれが先に亡くなっていくんですね。まあ先ほど先生がおっしゃったことと関わるんですけど、ちょっと私が今日告白した資料の中で、資料の28番をご覧いただけますか。これ大阪府要人の真っ最中。日本の言語で言うと、慶長19年の11月18日に、家康会の宣教師が本局に宛てて出した手紙だったからなんですけど、先ほど小原先生がおっしゃった中身と関わる内容で、日本における政治的不安のため、また支配者家康がすでに老齢に達しているから、このキリシタン迫害は長くは続かないだろう。まあ、これちょうど、前年にキリシタン禁令が出たことを指しています。で、その後ですけど、彼、家康が死ぬと彼の相続者秀忠は滅びるだろう。そうでなくとも彼秀忠は諸侯の間で嫌われているので政権を得られないであろう。しかしその時支配者になる人秀頼は我々に対してまたキリスト教に対して好感を示すであろうと我々は希望している。まあこういうふうにですね、秀忠が人望がない、秀頼は諸大名や人望が非常に厚いっていう、こういう、両者の、図式が、で家康が生きてる間は徳川幕府は安定だけども、家康が亡くなってしまうと、本当に秀忠のところにそのまま天下が転がり込むのか、元の豊臣政権に戻ってしまうのか、これは非常に微妙な、状況であるということは、先ほどのヨーロッパの
オランダ東インド会社に、スペインやポルトガルもそうしてると書いてましたように、そういう事例が確認できますし、イエズスカの宣教師もこういうふうに書いています。で、資料の29番は、イエズス会とは対立関係にあったドミニコ会の宣教師の記録です。で、これは大阪の陣の時に、なぜ徳川家康が73歳ですかね、という高齢をしてまで大阪へやってきたのか。もう、秀忠は二大将軍なんて久しいのに、江戸市した将軍がいてんのに、将軍に任したらええやないかと。なんでおじいさんの家康がやってきたのかっていうことが書いてあります。途中からですけど、多数の殿は表面では好意を示しているが、秀頼の父、太閤恩顧の家臣になるがゆえに敵であり、情勢が有利になれば皇太子から離反して敵方へ寝返ることを皇帝は知っていたのであると。一旦大阪へみんなやってきても、大阪へ着いた途端、秀忠を裏切ると、諸大名は。そのことを家康はよく知っていたと。しかし、皇帝に対して尊敬の念を忘れる殿は一人としていなかったので、皇帝からは離反しがたく、その上皇帝は人物を熟知し、より老練だったので、皇太子よりも巧みに処置し得ると考えたのであろう。それゆえ皇帝はすでに老齢であったにもかかわらず、天下統治の成否はまさにこの戦いの勝敗いかんにかかっているので、自ら出馬し、子息に将来への道を備える決意を固めたのである。もし皇帝が自ら出陣しなかったならば、前諸侯は父の偉業により、秀頼に好意を寄せていたので、皇太子が決して大勢につけなかったことは確実であると。そこまで、ドミニコ会の宣教師が言ってるぐらい、秀忠は諸大名から何がなくって、あの戦いも家康が老齢であってもわざわざ彼自身が大阪までやってきて、家康に対してはみんな尊敬の念があって、家康を裏切ることができないから、家康が出陣したことで、大阪の陣は徳川の勝利に終わったんだっていう、そういうまあ分析をしてるんですね。だからなんか通説ではその関ヶ原の合戦の後、本当に豊臣家は一大名になって、徳川幕府の支配が盤石だったように、私たちは思ってきて、大阪の陣っていうのは関ヶ原の付け足しみたいな形で言われてくることが多かったかと思うんですけど、私はまあ決してそうではなかったと。関ヶ原の合戦後も、やはりその大阪城の豊臣秀頼っていうのは、徳川幕府に対抗する存在として、存在し続けていて、家康が逆に先に死んでいたら、そうそうそう、歴史は変わってた可能性があるんじゃないかなっていうふうに思います。今日のお話で、まさにその点ですね。意外ともう関ヶ原の戦いで、豊臣家はもう衰退へスーッともう下り坂を下っていったような印象もある程度あったんですけども、今日のお話で意外と、しぶといなっていうね、豊臣家もしぶとかったなということと、もう一つ今日の、北川先生のお話で、これは1枚目のレジュメの、左側の一番下の方ですけど、それは秀頼の寺社復興事業、これは私は通説通り今までは家康が頭を使って豊臣家の陰徳財産を使わせるために諸国のお寺や神社の復興にお金を寄付させた。で、それがこうそうしたんだというふうに理解してましたけれども、意外とここではいわゆる豊臣家が寺社を復興するに龍眼の儀というね、そういった言い方で、要するに、一つこれまでの通説を、考え直すきっかけになったかなというふうに、そんな思いで先ほどのお話を聞かせてもらいました。はい、ありがとうございます。私自身は、最初に言いましたように、豊臣秀頼展っていう展覧会をやったときに、従来の通説で当時の資料を見てみたら、どうもしっくり来ないと。何がおかしいんだろうっていうところから始まって、先ほども言いましたように古文書のサイズ一つのとこですね、とんでもないサイズの当時私たちが天下人サイズと呼んでる、父秀吉と同じサイズの、
手紙を出していると。それから仮にも米沢中納言に対してあんな失礼な手紙を、うん、普通一代目は出せないだろうとか。そうですね。昔はやっぱり諸雑令と言いましてね、はい、手紙を出す、まあ、決まりというかルールが結構厳密なんで、そこでやっぱり、あ、秀頼っていうのは相当力まだ持ってたんだなっていうのをね、はい、改めて感じますね。はい、まあ、文書の中身も、まあ、大切なんですけど、先ほど言いました古文書の大きさとか、うん、今小和田先生がおっしゃった諸雑令っていう、うん、非常に当時の古文書には様々なのルールがあります、うん、このルールを知っとかないと、変に疑問書なんか作れませんからすぐバレてしまいます、そういった一枚の古文書の中にはいろんな情報が隠されていて、その一枚の古文書の中から出した人と受け取った側との関係を見出したり、いろんなことができるので、ぜひこれからはね、その古文書に書いてある字だけではなくって、その大きさとか、古文書の様式とか、そういったところにも興味を持ってご覧いただけたら嬉しいなと思います。そういうものを見るのが、やっぱり、こういう博物館施設ですので、ね、ぜひぜひ訪ねて、ガラス越しでもいいですから、古文書、ただそこに書いてある活字になってるのを読むだけじゃなくて、本物の文書をね、目に焼き付けるっていうのはいかに大事かっていうのがね、はい、お分かりいただけたと思います。はい、今日は小和田先生と、秀吉が亡くなってから大阪の陣に至るまでの豊臣家と徳川家の関係の推移というのをお話しさせていただきました。私は仮に豊臣家を知ろうとして徳川家を取ろうとすると、この秀吉が亡くなってから大阪の陣までの間というのは白から徐々にグレーになっていって黒くなっていくっていう、そういうグラデーションの時代で、はい、今日から江戸時代ですみたいな簡単には済まないような、そんな時期だったんじゃないかと思っていて、逆にそれがこの慶長期と言われるこの豊臣と徳川が併存した時代の面白さかなと思っております、うん、先生その点いかがでしょうか。いや、おっしゃる通りで、まあ、この、関原から大阪の陣までの間っていうのは、これからまだまだ研究する余地があるんじゃないかなということを、今日のお話を聞いて強く感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴どうもありがとうございました。